こんにちは、ガイアンです。今日家に帰るとですね、妖怪おみくじ神社からですね、このご当選おめでとうございますということで、届いてました。はい、妖怪おみくじ神社お賽銭ボックスキャンペーンに応募してたんですね、ということで、無事当選いたしました。中身はですね、お賽銭ボックスとポスターだったと思うんですけれども、またね、ちょっと開封してみたいと思います。こんな感じの袋がね、今日届いてました。それでは早速開けてみたいと思います。はい、開封しました。中身はですね、こういった感じのキラキラの、素材の、はい、はい、メダルボックスですね。はい、こんな形です。はい、これ組み立てたね、素材は紙なんですけれども、これ組み立てた後ですね、メダルが、16枚入るそうです。せっかくなんでね、メダル、大吉メダル入れておきましょう。はい、もう大吉メダルもなんか十数枚あったんですけど、なぜか今はなんか人にあげたりして、今7、8枚しかないですみたいな感じで、ね、16枚入ります。こんな感じのお賽銭ボックスが、はい、キラキラしてますね。まあね、妖怪大辞典持ってますんで、まあ、妖怪大辞典に入りきらなかったメダルでも入れておこうかと思ってます。なんかこれすごい、これも喜んでます。そしてあとですね、大きなポスターが入ってたんですけど、ちょっとこう紹介しづらいんですけれども、こういったこう、すごい、わかりますかね、なんかキラキラの、もうわかりますか、キラキラの素材のポスターが入ってました。まあ、どれぐらいでかいかというと、このジバニャンの目がですね、このメダルの大きさぐらいあるんですね。メダルよりもでかいジバニャンの目があって、もう隅から紹介しました。こんな感じ、ジバニャンがドーンと、あとこれも半分なんですね、また半分に折ってます。しかもこの下半分がこんな感じですね。くじがしゃぽん妖怪おみくじ神社大吉とかで書いてあったりとか、お店でもおみくじバトル、お家でも、はい、詳しくは妖怪メダランドみたいな、こういったキラキラの大きなポスターが入ってました。ということで、ね、挑戦ありがとうございます。はい、ということで妖怪おみくじ神社様ありがとうございます。で、まあ、ついでですので、この動画でですね、また別のこともしよう、紹介しようと思いますが、久々にですね、メダルが売ってあったので買ってきました。はい、もうなかなか初回のあのフィーバー以来ほとんど買えてなかった、どこにもなかったんですけど、たまたま、出張に行った県外で入手することができました。で、7つ買ってきたんですけれども、はい、とりあえず第2章で持ってなかった、はい、無駄遣い、勝負師、はい、アゲアゲハと、はい、クマジロが、出まして、そしてちょっと子供が嬉しすぎてもう開けてしまったんですけれども、キラの闇マロも出ました。あとは、全部かぶりですね。残念ながらかぶりでした。ということで第2章、あともうライオトンと、オロチ、リュウくん、この3枚だけになったんですけども、なんか結構人気どころが残っちゃいましたね。ということで、ね、今回はこの闇マロが結構ね、大きな収穫だったんですけれども、あと残りはライオトンとオロチとリュウくんです。ということで、またメダルを見つけたら買ってこようと思います。ということで、ガイアンでした。それではまた。